使ってる。ありがとうございました。あの銃剣シーシーバーをさ、シーシーバー何2夜連続違う、ちょっとほんまちょっとパパ作り物がいい、ちょっと今作り物が立て込んでおります。ちょっとほんと銃剣シーシーバーだけ作ったらもうとりあえずシーシーバーはとりあえず終わりかなと思っております。マジ、はい、寂しいわ、ファンとしては。なんすかそれ。これ、あの刀。ああ、で、まあ銃剣シーシーバーなんだけど、まあここにも銃剣シーシーバーあるんだけど、ほんまやこれちょっと僕のじゃないんで、ちょっとさすがにこれには付けれないんだけど、まあ銃剣のシーシーバーということで、でね、やっぱね、作っとんだけど、やっぱり銃剣がないんよね、いい銃剣が。ほう、いい何を持っていいんすか、銃剣って。いや、これも銃剣なんだと思うんだけど、そのこれプラスチック、プラスチックなんよね。このさやがつくけんさ、さやってんかね、これなんていうか、絵っていうんかね、こうつけ、こう刀がこう銃が刺さって剣に銃が刺さるね、こうやって。うん、なんだけどプラスチックしないよね、それじゃダメなんすか。いや、これいや別に分からんと思うけど、分からんと思うけど、なんかちょっと出さない。色塗ったらいけるんじゃないですか。手元ちょっと。いけるかね。なんかチープな感じがいいんじゃないですか。こっちはこれがない方がいいね。これがでもまあなんかでも実わりかしさ、こうつけたらさ、ほらなんかぽいんや。全然ね。まあまあまあ。分からんと思うんだけど、触らん限りは。さっとこうペラペラです。走ってる時もここはネジで止めるっけ、別に。まあ、じゃあ、うん、そんなに少々は別にあれなんだけど、なんかちょっとダサ、なんかダサくはないけど、なんかかっこよくもないなみたいな。色がチープよ。熱いで熱くないよっていうのを、ちょっと銃剣 CC バーで、まあちょっと、え、もうじゃあ一応できたんですか、もう。あとはこれは、まあ、ナンパ止めるとこ作ったら終わりかな。あと、まあ銃剣はちょっと買って、もうここに、ね、穴開けてネジ止めしようかなと、2点こうやって。そしたらいつでも銃剣変えれるじゃん、いいのがあれば。はいはい、溶接してしまった方がいいんだろうけど、見栄え的にはね。うん、まあどうかなって感じで、今回進めております。銃剣は作らないですか。銃剣は作れんくらい。刀作るって、まあなんかもう刀じゃないですよ、別に本物の刀じゃないかもしれんけど、銃剣作るってことはなんかもうなんかお金を作るみたいな。どういうことですか。それになんか似とる雰囲気出てない。マジ、うん、そんなに、うん、え、眠いんすかうん、ちょっと眠いあの、遅いじゃん、時間も。いや、今日はまだ早いっすあの、昨日なんだかんだ遅かったっけさ、あのキックが帰った後、はい、俺っすね。え、俺のことキック帰った後、ここら辺のあのメーターのこの姿勢とかを全部もう作ったんよ。で、下塗りだけしたんよ、もう昨日。下塗りしたのは今日で、僕は嘘ついたわ。はい、ちょっと眠いんよね、今日、さすがに。なんで最近また遅くまでやり始めたんですか。作業が、回らんのやね。まあまあいろいろ忙しかったっていうのもあって。忙しかった、まあ忙しいは言い訳だけどね。はい。いや、あの、なんかその伝票関係も俺がやってるけどさ、俺苦手なんや。とにかくその伝票とか、細かい打ち合わせっていうのがすごい苦手で、あのそこでスピードがグーン下がる。作業になってグーンスピード上がる。トントンやね。そうなんや。トントンならマイナスか。そうなんや。でまあ、打ち合わせとかもやっぱ俺になるけど、その分手が止まるけど、じゃあもう夜やろうみたいな。その辺はでも考えたんですか、今後のこと。今後のことは、うん、まあなんかその受付担当みたいな人をなんかちょっとお願いしようかなみたいな。おお。じゃあなんか募集中です。
でもなんかねって感じで、問い合わせ来るでしょ、やっぱりそんな言ってしまったら。いや、断るやっぱ、俺、ジムとか苦手ないんよ。マジで？伝票を作ったりとかすごい苦手ないんよ。でも作業は好きだっけ、なんか作業もうカスタムとかもう溶接好きだっけ、溶接やりたかったです、ずっとね。はい、溶接は好きなんよ。でもなんか切ったりとかはちょっとめんどくさい、嫌ない。あ、そうなの？そうそうそう、溶接が好きなんよ俺ってで、溶接がしたいなと思って店ね、そのね、普通にバイク販売ばっかりしとったら溶接することないけんさ、うん、溶接がたくさんできる仕事を自分でやろうと思って溶接の仕事始めたんよ。溶接の仕事始めたねえ、でも一人で始めたらさ、じゃそれ以外の伝票もやらねえけんじゃん、うん、あれ実質溶接する時間減ってねと思ったんよ。うん、雇われとったこれよね。うん、そうなんよ。日々自問自答しております。これあと今から作るんですか、残りは。いや、もうほぼできてる。だってさ、こんなん昨日の動画、うん、通りなんか同じ方向に曲げて、うん、じゃけやっとんよ君がシンプル、君が休んでる間に僕やっとんよ。さっきまで仕事しよったっけ。君が不在の間、仕事しよって不在の間君が不在の間やってたんだよ、僕は。ちゃんと朝編集して、日中は他の仕事して、今帰ってきて、あれサムネ CC は変な顔のやつになってると思って、うん、すぐ帰ってアップロード、最近遅いんですよ、サムネの反映が。あ、そうなの。なんかアップロードでなんか10秒ぐらいかかる。ミーリが関係したんじゃない。なんで全然作業するじゃん。ただのトークやばいやん。やってください。示しがつかんすか、なんで。ん？誰に？タイトルに。あ、タイトル？タイトルはだって中堅 CC 輪を作る男、その名は…点点点です。いくと何やそれ何やそれ、なんやそれ。多分この車両を気になってる人多分多いんじゃないですか。いやいや、そんなおらんと思うよ。うん、そんな気になるほどのことでもないと思うよ。じゃあ写しとくっすね、いっぱいコメントで気になるって言わせますキックついてるじゃん。中堅 CCいいば、はあ、いいね、かっこいいね。重言、いや、全体の話をした。全体の話、うん、じゃあ、その車検ももう合格したけんね。あ、もうオーナーさんがおるんですよね、もちろん。え、おらんの。いや、言った方がいいっすよ、多分。それ、車両売り物ですかってくるんで。これよ。はい、いるそうですああ、なんだか今日は静かな夜じゃね。いや、昨日と一緒だけど。なんか違うんですか、心境。いや、俺の最近の趣味でさ、あのミキサーの。はいなんで笑ったのミキサーが趣味なんですよ、僕って。あんま聞かんなと思って。何作るんですか。あんま聞かんな趣味がミキサーは聞かんでしょ。え、ダメやん。ダメとは言ってないでしょ。聞かんなって言っただけ。珍しいなって捉えてもらえれば。いい意味でってことだよね、それは。いや、もっとあるやろうの意味。悪い意味ってことだよね。いや、それは捉え方次第じゃないですか。いい意味でってことだよね。まあ、それはもう自分がいい意味と思ってたらいい意味です、うん、いい意味でのそんなことあるやろみたいな。うん、今はね、やっぱりあのコストコでさ、オレンジ買ってさ、オレンジを皮むいてスッと
え、そういうのってそれ皮ごといくんじゃないですか。え、そうなの。違う、苦いじゃん、皮ごといったらみかんは。でも食物繊維たっぷりじゃないですか。いやいや、ダメだ、味重視だっけ。辛いですね。味重視よ。え、でもああいうのってなんか基本なんかこの冷凍フルーツとかのイメージですけどね。ああ、それも使うね。でもそれだとね、機械が負けるけんね、こう歯が回らんくなるけん。あ、そうなんすか、うん、ちょっとね、弱かろうてっていうところがあるんよね。だけそこはそこでまた問題なんかなと思ったり、今後の課題なんかなと思ってしまったこともあるよね。うわ、2年前にミキサー買ったっすけど、うん、やりよったっすよ、フルーツ。あ、そうなの。なんか洗うのがめんどくさい。ああ、わかる。なんかめんどくさいですよね、あれ、うん、なんかないですかね、もっと簡単にこう洗う方法。もうずっと回し続ければいいんじゃない。ああ、水つけて、あの秘伝のタレみたいな感じでさ、あの次出し次出しきっとな。それしかないでしょ。いや、それしかないと思うよ、俺は。そのシンプルにあれ、それしかないと思う。あれだけが難点っすよ、ミキサーの。確かにね、意外になんかその回してすぐなんか洗えばなんかそこまでじゃん。なんか多いじゃないですか、洗うものが。まあ外して洗って、外して洗ってね、上の歯と下の歯でもね。まあそれがちょっとあれですよね。分からなかった。上の歯と下の歯って知らん。分かんないです。あ、ごめん、大丈夫、俺も分かんないから安心して。ちょっとイラッとした。やばいなって感じだった。やばい、もうやってること言ってることやばいっす。全然進まんし。まあちょっと今日は早く、普通にあの、はぁ、やろう。じゃあ体力の限界だ、さすがに。いつから体力使ったんですか。今日も朝、7時ぐらいに起きたからね。起きただけで。そっから、まあ、朝ちょっとミックス中。あ、夜、帰って夜だったかな。帰って夜ミックスしたかもしれない。何時ぐらいですか。何時ぐらいですか。4時か5時ぐらいじゃない。夕方ですか。朝4時か5時ぐらいにミックスして。なんでそんな遅い時間になるんですか。え、ダメ。ダメです。じゃ働き方改革できてないじゃないですか。いや、ちょっとそのいや、ちょっとね、いや、まあちょっと本当にあの、その日中はその打ち合わせとかそのお話が長引くけどさ、夜か朝しかない。朝寒いけどちょっと起きれんね、早く。やばいじゃないですか。もういよいよ末期やね。最近ね、あのちょっとハマった YouTube があってさ、ドラゴンクエスト、あのテリーのワンダーランド、はいはいはい、モンスターに集めるやつ、うん、あれをその3時間以内にクリアするみたいな動画をずっと見とった。簡単じゃん。むずいで、あれ結構本当に。その多分酒井君が持ってるのは次元じゃないと思う、本当に。簡単でしょ。
結構あるっすよね、そういう何時間でクリアするか。あ、そう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 、なんか昔やっとったゲームでちょっと見入ってしまうっすよね。そうなの。かといってやるわけじゃないでしょ、自分で。やらんねえ。やり始めたら、とんでもないことになるんですよ、ほんまに。多分すぐ飽きるでしょ。うん、多分すぐ飽きる。あ、めんどくせえ。すごいチープな、あれじゃない？そのすごい黙々とやっとる系 YouTuber みたいな感じになってない俺。たまにはね、最近ちゃんとやっとる姿も。なんかあんまり真面目にやったらさ、あの人真面目なんだって思われちまうじゃん。ダメじゃないでしょ。そしたら、いや、たまには見せると逆にあいつずっとなんかヘラヘラしてねえと思われてよ。逆にいいでしょ、こっちの方が。俺の売りって多分ヘラヘラしとるがちょっと売りだったとこもあるじゃん。そのいきなりブランディング変えていいのかっていう、その葛藤もあるよ。え、最初からこういうキャラで行こうって決めとったんですか。ああ、そう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 。まさかキャラ作りしとったとは。うん、ここはその真面目キャラを演じるつもりはなかった。え？そっちじゃないっす。あ？ヘラヘラしてるのをキャラ作りしてるのかなと思って。ああ、そうやね。そうなんです。またこれ使う。え？使わんよ。ちょっと1期目の時に必要。いや、ですよね。うん。何？そりゃそうっすよね、これ。1期目で必要だなと思って、今回使わさせていただいています。2台のバイクは、ただ無理じゃん。オーナー一緒ならまだしも。え？ちょっとこれ外すわ。ちょっと前は。このジョッキ似とるっすね、なんか。いや、嘘。あ？あ、開いて。ボタン。これ黒く塗るんすか。あ、黒から塗るんすか。ん？これ黒から塗らん。黒、ここに。だいぶダークなバイクっすね。あ？なんか偉いね。いや、すっごい安っぽく見えるね、なんか。
やっぱりガチンとしてない。いや、実際安いでしょ。うん、安いでしょ。これはね、うん、安い。本物は高いんですか。本物？あー、2、3万ぐらい。まあ、まあ、いやいや、本物とかだったらなんか10何万とかあるわけないですよ。まあ、なんか当時、うん、当時物系シリーズだったら、本当に当時物系シリーズはやばいね、やっぱ。まあ、フランスだよね。あれ、当時物かどうかは。ああ、分からんね。俺もぶっちゃけ分からんわ、本当に。シリアルナンバーとか書かれてますか。ないね。まあ、当時のないよ。何しよう。当時物とかないよ。何しよう。ちょっと待って。なんなんそれ、なんか新機能。これ外すんかい。わしゃわしゃや。わしゃわしゃ。早いんですか。いや、あの磨いたりするときに、あのさ、塗装取ったり錆取ったりするときはもう、わーって回すよ。これ。バーってやつ。高速回転ですか、それ。いや、そんな早いない。ベルト、ちょ、ベルトこれ刃かけてるけど。ベルトこう変えてるけど、一応。なるほど。え？いいな、俺も高速回転したいな。意味がわからんマジで何がマジで意味わからん今の、はい、いやいや、高速回転したいなってだけで別に意味なんかないよ。俺もっつったんだって。もって何なんすか。だってもうだよ。誰か言ったんすか、じゃあ。なんかその前に酒井くんがなんか高速回転したいなって言ってて、言ってないね。もう意味わからんもん。高速回転したいな。もう俺もしたいなと思ったけど、そんなそんなそんな、いや、そんな深い意味でしかないやろ、そんなの。そんな勘ぐるようなことではないと思うよ。勘ぐらざる応援にやって思う。高いよね。これは安いよ。3000円ぐらい。ああ、まあその視点で行くんだったら高いかもしれない。素人視点ってことですね。いや違う違う違う。いや、その視点でほんまに来るんだったらまあ高いかと思ってしまうけど。上には上があるんですね。いや。ちょっと待って。またも。またも。つい意味もわからんすけど。ブラシがなかったよ。取れなかったけど。ヘイ、ナイス。本当に
なんでここにこの変なのを当ててるかって、ここで念を出してこうやって止めてるだけない。ほんまに出るんですか、そんな綺麗な。いや、綺麗、ま、大体ここに、この上に対してまっすぐ止まればいいなと思ったわけ。別にそんな、うん、そんなに、そんなに、なんか、おーっていうことのことでもない。ただ、おお、手だけ。そんな難しいことは僕はできない。できんすよね。難しいこと。サブ。え？うわ、疲れた。疲れた。いや、なんか今日は別に疲れてないし、なんか久々にたくさん寝れそうだなと思って。なんで？なんで？うん、いや明日別に何もないし。明日何もない？いいな。いや夜、俺の何もないは、うん、多分なんかあるんですよ絶対。どういうこと？俺の何もないは日中に何もないだけです。いいな。夜は仕事なんで。ああそういうこと？いつも通り？いつも通り。どうしたの？福山ベーカリーのメロンパン食い損ねたわ。うわっ、何の話？九州行ったらいいな。マンコード、あっパン行ってないね。忘れてたわ。パン行かんかったね。しかも福山ベーカリーあそこなんすよ。どこな？最後寄ったじゃないですか。 あっちに。ああ結構割り返し近くだったっす。あ、そうな？そうっす。マジミスった。ショック。帰ろっかな。なんで？食べに。あ、食べに？あ、サバイ君結構あるよね、地元。地元ラブな感じ。俺っすか？うん。地元？あ、でもどうなんすかね、本当に地元好きな人って、うん、なんか地元？地元ってこと？地元の人ってどうなんですかね、うん、県外に。なんかいいや、ちょっと喋るのが熱くなったっす。何話は、わけのわからん話は平気なのが。いろいろあるっすよね、地元もしがらみが。まあいろいろあるよ、それは本当に。そんな一筋縄ではいかんと思う。ふぅ、やっぱ電池変えてもらったのに、こいつらが邪魔したら絶対出るんだ。え、あったんすか、要するに。あったあった。なんでそんなにずれるんですか、その。いや、多分ね、その、ずっと使っとるじゃん、うん、ずっと使ったから電池の消費が激しいんだと思う。時計なのに。いや、その時計だからこそじゃない。その何？だからその逆転の発想だと思う。時計だからこそ、ずっと使ってるわけだ。いや、作り手は分かってるわけじゃないですか。その逆の発想なんて絶対。うん。改善できんのかな。いや、それを改善したら、それを改善したら結局は。あの電池会社は僕らじゃん。電池会社と繋がってたんすか。そりゃそうよ。まあいわゆるあれみたいなもんか。万能薬を作ってしまったら。そうそうそう、製薬会社が儲からん、そういうことない。世の中っていうのはいい感じのバランスでそれとなーって回ったよ。何を見てきたんすか。でもどこで純粋さをなくしたんすか。いや純粋よ、常にその純粋な気持ちは忘れてない。だからこそそれがもう純粋じゃないんですよ。だからこそって言った。子供の時に考えとったっすか、そんなこと。いや考えてなかったね。考えてなかったからこそ今考えないといけん立場になったかもしれない。
おお。それメッキにするんですか。いや、黒だね。黒、うん、悪そうなバイクになりそうっすなるよ、悪そうなバイクに。黒、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 黒。あ、そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。